はい、舞鶴若狭道通ったら早いんやけど、横目で見ながら下の道、本日は山ん中うろうろしながら鯖街道通って日本海のオバマへちょっとドライブがてら散歩に行こうと思います。この間は神戸やったでね、今回は日本海側に抜けていきます。山の中ドライブやね。はい、美しい新緑の中を海を目指して行こうと思います。というわけで高速入り口を横目で見ながら東へ向いてとりあえず走ります。はい、細工所左曲がって、ここは173号線、ここが春に撮影しました桜並木やね。173号線の桜並木、今は青々と葉っぱが生い茂っております。はい、同じルートね。結構こうして見ると古い木が多いみたいですね。結構年数経ってますね。幹がだいぶ太い、枝分かれしてね。はい、春は春で桜が見事に咲きますが、またそれはそれで動画探してみてください。一本撮ってあります。はい、9号線と交わるところまでやってきました。はい、ここから今度は右に曲がって9号線京都の方向いて走ります。はい、和田の交差点を右に曲がって、今から国道9号線にね、京都方面向いて走ります。次また今度左に曲がって27号線に乗っかりますけどね。山ん中うろうろです。はい、トヨタっていう、ね、信号を左に曲がります。ちょっとここは近道やね、抜け道の近道、ちゃんとナビの案内もある道でございます。はい、ここから27号線やね、左方向です。はい、27号線に合流します。昔はここの道いっぱいあってんけどね、高速道路が発達してからはここ通る車一気に減りましたね。はい、しばらく行って今度はもうちょっと行ったら右に曲がって大野ダムのほとりを通って、宮間杉のふるさとみたいな宮間地方を通って小浜に抜けていきたいと思います。はい、ここで27号線とお別れして宮間地方へ入っていきます。山ん中へね、こっちの山ん中へ入っていきます。5キロ以上道なりです。宮間峡北地方ね、鯖街道のうちの一つ通っていきます。162号線、ね、いくつかの鯖街道名称がありますが、何やったかな、なんかありますね。はい、そっちの方向いて走ります。はい、山深くなってきましたね。両側に山が迫って大きい杉の木見えますね。この辺は杉の一大産地、この山ん中ね、ずっと延々と宮間杉、北山杉ってね、はい、名前のついた杉が名木やね、柱にするようなたくさん生産されてるところでございます。ここはダムビジターって、この真横がダムやけどね、ちょっと見にくいね。水あんまり溜まってないな、見えたかな。はい、宮間かやぶきの里と書いてね、看板ありますが、はい、静原交差点左に曲がって、これから162号線です。鯖街道やね、昔オバマから、はい、京都の山ん中通って京都方面取れた鯖を塩漬けにして、はい、運ばれた道でございます。
何本かあるみたいね、サバ街道っていうのはね。はい、これはその進むと、はい、オバマの町に入ります。山の中です。宮間杉の産地やね。はい、山の中腹まで杉が植えられております。こっちもね、ちょうど藤の木、藤の花の咲く季節でございます。はい、長いトンネル抜けました。福井県突入です。大井町でね、大井町原発のあるところね。こっからちょっとくねくね道が続きます。ちょっと切り通しのところにね、コンクリートで屋根がつけてあります。崖崩れ防止かな、雪崩というよりか。はい、この辺も崖崩れ防止やね。崖、険しい崖の間を通り抜けていきます。はい、道の駅なた庄があります。今日は寄りませんが、いっぱいかな、今日は空いてるね。はい、ここは結構寄り道するところでございます。はい、小浜近づいてきましたね。目の前に近畿自動車道、これは若狭小浜線、舞鶴小浜線かなっていうから、はい、すぐに家出てすぐにね、ここから入ったら早いのにと言ってたあそこの続きですね。あの道の北近畿自動車道になるかな。はい、その下をくぐってもうすぐ小浜の市街地です。今までで2時間ちょいやね。はい、お燃費が 26.2 を指しております。信号ほとんどないしね、快適な山の中ドライブでした。はい、ここからはもう平らなところやね、平野部に入ってきました。綺麗な川が流れております。はい、八日橋東詰までやってきました。これ左に曲がってね、こっち方面が小浜の街中です。この道は何やったかな、ここまでは162号線でしたが、この先27号線なのかな。一回通りましたけどね、9号線から分かれて、確かあれ舞鶴通って、また高浜小浜通って鶴ヶの方まで、ああそうやね、これ27号線。はい、国道27号線サイド乗っかりです。はい、途中ちょっと乗ってきましたけどね。はい、別ルート通ってまた27号線、今度は逆向きやね。さっき通ってたんと反対向きに走っております。不思議な感覚でございますが、じゃあ小浜の街中へね。これからまたこの国道から分かれて市街地入って、はい、ちょっと海を見に行きたいと思います。はい、ここで27号線とまた分かれて小浜の町海の方へ入ってきます。ちょっと小浜の町見えるかな。ああ、防音してきて残念。正面突き当たりがもう海ですね。とりあえずそこに駐車場があるんで、まずそこ止めて、はい、海を眺めてみたいと思います。なんか古い感じの街並みやね、やっぱり小浜はね。まあ歴史のある街でございますが、オーラの通りはなんか観光客用のあれかな、電柱がなかったね。最近流行ってますね、観光地街の中も電柱をなくすっていうのが。はい、海です。真正面は、お、なんか並んでる人魚の像が見えます。
何か人魚伝説があったのでしょうか。はい、とりあえず到着でございます。人魚の浜東駐車場ね。あ、日曜日でもまあ普段の日は空いてるね。夏の海水浴シーズンはいっぱいらしいですが、はい、今日は空いてました。はい、到着です。はい、外門巡りの遊覧船が出航してきました。今日はどうかな、波は意外と穏やかなんかもわからんね。外門はあそこの岬の先っちょの方にありますね。洞窟になってなかなか絶景なところらしいですが、はい、あ、結構波しぶき上げてますね。ちょっと風、北風なもんで外門までたどり着かないかもわかりませんね今日は。はい、オバマの散策を終えて帰ります。また同じ道帰っても仕方がないので、はい、高速乗ってさっと帰りますわね。遅くなったんで日曜日やし。はい、オバマの街中抜けてまた27号線西向いてね、走って、このトンネルを抜けるともう一気に山の中へ、海岸沿いにね、オバマとはお別れです。はい、こっから高速乗りますね。27号線とお別れで、から高速道路、さあオバマ西から丹南笹山口まで帰りますけど、さあ1時間ぐらいで行けるのかな、ちょっと分かりません。はい、ここから先はね片手運転危ないんで撮影は お休みです。まもなく大阪方面です。大阪広島方面でね。島でやってきましたね。雄大やね、この辺は。山の間を縫って、はい、また山の間を抜けて走っております。なかなか気持ちいいね、新緑の中。さあ次はどこへ行きましょうか。次は予定では彦根城やね。6月入ってからまたそちらレポートをお届けしますので、そちらの方もよろしくお願いします。はい、今回は小浜港人魚の浜ブラブラでした。はい、また次回よろしくです。じゃあね、バイバイ。